はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第239回でございます。今回はなぜ同じ話をするのかというテーマで喋っていきます。で、それプラス、ゴールデンウィーク後のね、今日ゴールデンウィーク最終日の夜に投稿してるので、まあ、そのゴールデンウィーク後の注意点っていうところと、あと、トキサポについてね、少しね、お伝えしたいことがあるので、それを、まあ、まとめて3つですね、話していきますので、まあ、よかったら最後までお付き合いください。では、まず今回のメインテーマですよね。なぜ同じ話をするのかっていうところなんですけど、これですね、たまに、動画のコメント欄とか、まあメールとかで、まあツイッターもそうなんですけど、いただくんですが、自分の動画をね、結構、まあ全部よく見てくださってる方なんかは、うんって思うことがたまにあると思うんですよ。俺、そのプチ相談、もらった相談に答える動画とか、まあ自分で決めたテーマで話すときもそうなんですけど、割と、同じようなこと言ってるんですよね。まあ、テーマによってもちろん変わってくるんですけど、ニュアンスとしては結構似たようなことを話してるので、あ、また同じこと言ってる、また同じこと言ってるっていうのを感じたことがある方がもしかしたらこの中にもいるかもしれない。今聞いてくださってる方の中にもね。で、それをたまに言われるんですよ。こう、まあ、違うテーマで話してくださいとかも言われるし、こう、なんで似たようなテーマで話すんですかみたいなのを言われたりするんですね。で、まあ、そこについてちょっと今回話していこうかなと思っていて。で、まあ、もちろん、自分のね、俺自身の、その、なんだろう、引き出しの少なさとか、そういう部分もあると思うの。ね、いろんな話ができないとか、そういうのもあるとは思うんだけど、一個意図的にしてるところがあって、人ってね、なんだろう、一回、例えば、勉強もそうなんですけど、一回聞いただけで理解ってそんなできないわけですよ。例えば説明受けて分かったって思うんだけど、実際自分で解いてみたら解けないとかって普通にあるんですよね。それも往々にしてあると。で、自分はまあ勉強動画で一応やらせてもらってる人間なので、こう、まあアドバイスとかさ、一応プチ相談に答えるとかも取るじゃないですか。で、まあよく最近、まあ自分のね動画でも話しましたけど、こう、やろう、頑張ろうって、思うのっていうのは、まあ、自分の動画じゃなくても思うことってあると思うんだよ。みんな自身もね。でも、じゃあ実際に頑張るかどうかっていうのは、やっぱり頑張らないというか、行動に移さない方の方が圧倒的に多いんですよ。実際ね。それは自分が塾講師やってる時も、だって目の前にいる子供たちでさえ、その実際に行動に移すとこまで行くのってやっぱ大変なんだよね。そんな一回アドバイスしたらもうガンガンやっていくよ、みたいな。のはなかなかないわけ。で、今はさ、その顔を見て話せるわけでもないし、みんなとネット越しがあるからさ。だから余計にそういう風に持っていきにくいんだよね。でも、こう、まあ、自分の動画をね、こう時間を割いて見てくれて、で、まあ頑張ろうって思ってくれたりした時に、やっぱり実際にさ、行動に移すところまで、だからみんな自身に変化が起こるところまで持っていくのが、自分の役割だと今は思ってるの。で、ちょっと前、まあ、ちょっと前とか1、2年前とかだったら、やっぱり再生数が欲しかったり、数字が欲しいの。登録者が伸びて欲しいとかさ、再生数が欲しいとか、って思ってる。今でも思ってるけどもちろん。でも、もちろんいろんなテーマで話したりとか、こう、ちょっと変わったテーマとか、みたいな、まあ、サムネイルが映えるようなね、テーマとかで話した方が、まあまあまあ話題にもなったりする可能性もあるわけなんですけど、今はそれは違うなっていうのがすごく強くって、特に今年はね、ものすごくそれが強い。あ、今年って1月ぐらいからね、ずっとそれを思ってて。だから、まあ、同じような話でさ、また言ってるよって思うかもしんないけど、でも、また言ってるよって思ってくれてる子は、きっと行動に移してる。まあ、移してるか、これからもう移す直前になってるような子だと思うのね。多分俺がさ、何回も何回も言うから、分かったよ、やれよみたいな風になってくれるかもしんないわけじゃんか。そう。だから、いっぱい話すの。同じことを。で、それで、たまに、こうね、同じことばっかり言うから登録外しましたとかさ、もう一生見ないですなんてやることもあるんだけど、では、それはそれじゃん。きっと、何回も同じことを話しても、俺が魅力的だったり、その子にとって、有益なもの、見てたいなって、見てたい、チャンネルだなと思うんだったら登録外してないと思うから、それは別のとこだと思うんだよね。そう、俺自身の魅力が伝わってなかったりとか、その子にとって、ハイチの動画を見るといいことがあるんだっていう風に伝えられなかった。別の問題があると思うので。だから、同じことを何度も話すっていうのが、おそらく YouTube、まあ、やってる上では、メリットはあんまないとは思うんだけど、でも、
やっぱり聞いてくれてる学生のみんなにとっては、最終的にはメリットになると、まあ今は信じてるんで、だから、まあね、そんな感じの思いを持って一応同じような話を結構します。一応、全く同じだとつまんないからさ、こうなんかニュアンス変えたりとかするようにはしてるんだけど、でも、言いたいことの根本はいつも同じなので、そう。まあ、それが伝わったらいいなって。で、それをみんながちょっと行動に移してもらって、劇的な変化、めちゃくちゃ大きな変化しなくてもいいから、みんなの人生が、ちょっといい方に変わってったなって。で、その変わっていくきっかけとかさ、ちょっと背中を押すっていうところに、自分のチャンネルの、まあ、動画がね、役に立ててたら、いやもうそれはもうこの上ない喜びだし、俺にとっては。と思って。今はそれを、その道を俺が信じてやってるから、なんだろう、方針を変えるつもりもないんでね。まあもちろんこれからわからないけどさ。うん、という思いでやっております。だから、なんか、みんなもね、こう、まあ自分の動画じゃなくても全然構わないんだけど、いろんな人の動画でなんかやる気とかをもらった時に、ぜひぜひ行動に移して、ちょっとずつね、みんなの人生を変えていってもらえたらと思います。はい。で、次。ちょっと今日ね、ゴールデンウィーク後、まあ、結構話したな。ごめんごめん。で、ゴールデンウィーク後のね、注意点なんですけど、まあ、今日の夜、まあ、これはね、ゴールデンウィーク、その、5月6日の夜に聞いてくれてるかわからないけど、まあ、そこで聞いてるっていう風な、まあ、定義でして話しますけど、明日から学校じゃないですか。で、まあ、連休、3連休で2日行って4連休の方が多かったのかな、きっと。まあ、連休だいぶ入ったんでね。まあ学校が辛いです。まあもちろん学校楽しい子はね、まだいいんですけど、まあそうじゃない子だったりすると辛かったりとか、まあ楽しい子でも肉体的に辛いんだよね。休んでたから結構。うん。で、まず、リズムを取り戻すのがすごく大事なんですよ。で、そのリズムを取り戻す方法としては、一番は、学校のリズムはさ、もう授業が決まった時間で始まるじゃん。もちろん、まあ国語とか体育とかいろいろあるけど、だから、まあ、そこにさ、授業を受けてればリズムは勝手に戻せるんで大丈夫、それも。で、部活も入ってくるけど、そこはね、学校のリズムはあんま崩れないんですわ。でも、家に帰ってからのリズムがやっぱ圧倒的に崩れる。特に夜更かししちゃったことが。ゴールデンウィークにね。で、まず、勉強をしなきゃとか、定期テスト来るからさ、勉強しなきゃなんだけど、あんまりやる気が起きない子。今、だるい、体だるい、何もしたくない、みたいになってる子は、その、一日やる目標っていうか、家帰ったからこれ勉強しようっていう量をめちゃくちゃ少なく設定した方がいい。で、少なく設定するんだけど、ゼロはダメ。全くやらないっていうのをやめた方がいい。これね、ドツボにはまるから、ゼロにしちゃうと。例えば10本当はやってほしいんだけど、1とか2でも本当構わない。それでもいいんで、必ずやると決めたことをやるっていうのを、この1週間やってください。これ、ね、絶対やった方がいい。その家でのダラダラのリズムを崩さないと、あと戻さないと、そのダラダラのまま定期テストの試験期間入っちゃうんで、ぜひ。で、そのやる勉強の内容っていうのは学校で決める。ね、家帰ってから何やろっかなじゃなくて、学校でこれやろうと。今日はこれやろうって決めて、で、帰ってからさ、必ずそれをやるっていうのを、まずこの一週間。で、この一週間多分やってくれたら、まあ土日ももちろん含めてだけど、来週行けるから。大丈夫大丈夫。そう。で、まあ、定期テスト多分5月の末なのかな ?6 月の、まあ、2期生とかだと6月か。わかんないけど、まあ、5、6月に来ると思うんで、学年最初のテストめちゃくちゃ大事なんでね、自分がその学年の中でどのぐらいの順位にいるのかっていうイメージが作られるテストになりますので、ぜひ、ここをね、ぐっとね、ちょっとなんか、兜を締め直してないけど、兜の尾をね、締め直してないけど、こう、気合ね、入れまくんなくていいからさ、ちょっとでいいんだ、本当に。ちょっとの勉強で構わないんで、やってもらえたらと思います。はい。無理しすぎないようにね、体調崩しやすいんで、ゴールデンウィーク後。いいかな。体が資本だからね。まず体第一なんだけど、うん。っていう感じでやってもらえたらと思います。で、最後、トキサポですね。トキサポって何やって思う子もいると思うんですけど、自分サブチャンネルの方で、みんなからこう、勉強のね、この問題教えてください、みたいな質問もらうわけですよ。で、それを、実際に自分が解くっていう、のね、まあ、解き方サポートって略して解きサポっていうふうに呼んでるのがあって、まあ、それをちょこちょこやってるわけです、今ね。投稿してるんですけど。で、今、2個伝えることがあって、まず1個は、これは連絡事項で、こう、解きサポって必ずその問題文と答えと、まあ、解説の部分を一緒にセットで送ってくださいって。まあ、問題だけだと自分解いて間違ってる可能性もあるんで、俺が丸付けできないものは、ま、投稿しませんよっていうのをやってるんですよ、一応ね。で、その中で、
窓口としては、メールアドレスか、ツイッターのリプのみになってます。だから他のところがちょっと送っていただいた方も何人かいらっしゃったんですけど、窓口広げちゃうとね、管理ができなくなっちゃうんで、本当はメールアドレスだけの方が良かったんですけど、ツイッターをね、で、の方が送りやすいですって方がいらっしゃったんで、まあ、ツイッターのリプか、もしくはメールアドレス。で、メールアドレスの方は、どうしようかな。この概要欄に一応書いとこうかな。ツイッターの方にはね、書いてあるんですけど、まあ、そこに送ってもらえたらと思います。ただね、全員に返せてるわけではないので、必ず、返しますよっていうものではないんですが、まあ、ひとまずその送り口、まあ、窓口ですね。そこの、再確認よろしくお願いいたします。で、もう一個がですね、まあ、ずっと言われてるんですけど、なぜサブアカなんだと、サブチャンネルなんだと、メインで上げてくれって言われてて、最初はね、ホワイトボードで解くわけじゃないんだよ。紙に自分が、手だけ写ってさ、解いてるものなんで、もうクオリティ的なところで、メインはダメかなっていうところと、まあ、再生リストとかさ、なんかちょっとカテゴリー分けれるんですけど、その数の関係でね、ちょっと厳しいなっていうのがあって、サブチャンに、まあ、してるんですよね。ただ、まあ、こう、1ヶ月ぐらい、いつも経ってないか、まあ、ちょっと時間経って考えてる中で、まあ、やっぱメインの方に勉強を固めた方がいいのかなっていうのを、もうすでに思い始めてる。で、なんでこう、もうすぐにこう振ってるかっていうと、数が増えてしまうと、移行するのが大変なんだよね。で、まだそんなに撮ってないんで、10本も行ってないから、だから今のうちに移行してしまった方がいいのかなとは思ってるんですけど、で、多分これから、毎年のね、傾向から言うと、試験前ってめっちゃ来るんだ、そういうのが。来るから、でそこに合わせて、もしかしたら、まあ、告知なしにね、突然メインに、だからそんなのが上がってくるかもしれないです。そう。まあ、ちょっと迷ってるんですけどね、そこに関してはね。だから、クオリティとかまあね、低いから、サブチャンって思ってたんですけど、じゃあ、ホワイトボードを使わない形だとしても、見やすいように工夫して、自分の中でね、クオリティは高くなくても、これだったらまあメインでね、勉強動画で使ってくれてる子たちにも、こう、届けてもいいかなって思うようにすればいいのかなっていう、ちょっと発想を変えてね、考えてて今。だからもしかしたら、近いうちに時サポの方がメインに移ってくるかもしれないんですけど、まあちょっとそれはね、また、おいおい、考えて、やっていきます。はい。という感じです。これちょっと3つだったからね、長くなっちゃいましたけど。まあ、ひとまず、まあ、なぜね、同じ話をするのかっていうところは、ま、伝えたんでいいんですけど、そのゴールデンウィーク後ですね、リズムを取り戻してほしいっていうところと、本当に体調崩しやすいです。今暑かったり、ちょっと涼しかったりするね、寒暖の差も激しいんで、体第一でね、新しくじゃないや、再スタートというか、長期じゃないけど、休み明けになりますんで、ぜひね、有意義な生活をね、過ごしてもらえたらと思います。では、今回はね、ハイチのダラダラジオ第239回、なぜ同じ話をするのかというテーマで喋らせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。では、また次回ね、撮っていきますので、もしよかったらそちらの方もお付き合いください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。